皆さんちょっとびっくりしないで大丈夫 ?3、2、1 はい、じゃじゃーん。イメチェンしました。ヤッホー、皆さんこんにちは。オーストリア出身のケーキ姫です。ちょっと待ってください。私は昨日美容室行ったばっかりなので、色がまだ結構こうオレンジっぽいというかピーチっぽいということにしときましょう。でもこれからね、なんか紫のシャンプーとか使ってもうちょっと落ち着いた色に、していきますので、似合わないとかまだ言わないでください。ということで、2週間動画出してなかったんですけど、今日は皆さんと一緒にゲームします。はい、これ知ってますか？文字ピッタのアンコール。そう、まあ、これは子供用のゲームなんですかね。でも私はバーチャル YouTuber の配信を見てて、でこのゲームをやっている子が結構多くて、でもみんな下手くそ本当に。でそのバーチャル YouTuber たちは日本人なのね。でもみんな本当に下手くそなのね。これはありえないなと思って、日本人なのになんでそんなに言葉が出てこないんだよって思って、私はねみんなに日本語の天才って言われてるのでいや私も納得ですよ。私はもちろん日本語の天才、はい、自分でも認めます。納得です。なのでこれを今日挑戦します。正直に言うとめっちゃ楽しそうだったこのゲーム。こんな簡単な言葉のパズルのゲームなのに本当になんか楽しそうで、やってみたいなってずっと思ってて、やってみるのです。さてケーキ姫は日本人よりは日本語が上手いのか、これでやっと証明できます。やっと結論が出ます。ケーキ姫は日本人に文字ぴったんで勝てるかどうか。イエイ、文字ぴったんスタート。ではやっていきましょう。文字ぴったんアンコール。これで本当はケーキ姫は全然日本語できないっていうことになったらちょっとやばいですけど、正直に言うと他の人がやってるところを見たら、ああこれ余裕じゃんってめっちゃ思ってて、なんでそんなに下手なのって 正直思ってた。言葉のパズル、文字ぴったんアンコール。イエーイ。では最初にこうバトル、オンラインバトルじゃなくて最初に1回1人でパズルやってみましょう。一応遊び方は大体私把握してる気がするのでやったことないけど、他の人のを見てたんで。ステージを選んでね。 OK。 これが簡単なステージなのかな。制限時間があります。 OKOK、 問題ない。余裕余裕だよ。かかってこい。いいな。 OKOK、 レディゴー。きれいな月。え、そういうこと？違う話してた私。キース。あなたにキス。いいねいいねいいね。スー、あ、火はもうないね。好きってやろうと思ってたけど、スースースミスミ。あれ、あ、てあれ少ない。あ、もえ、これだけ？え、これだけ？文字がこれだけなの？え、す、すそ？き、つ、あ、きつねって書こうと思った。か、かつ。あ、あと1分。あ、もっと早くしないとな。え、あ、いるか。映画なんだけど。え、やばい。え、え、間に合わないんだけど。ドア。で、
え、やばい、あと30秒ほら、ほら、どっちもずっと英語の言葉になってる。汗、夏は汗だね。え、やばい。で、え、少ないじゃん、もう全部使えないの。あ、やばい、これ失敗じゃん。クリアしてない、難しいじゃん、クリアできなかったんだけど、難しいじゃんこれ。でもう一回全あの別のやつやろう。まあまあまあ、これはできるでしょう。はい、あの愛と愛知県。あ、すごい、今の良かったよな、今のいいね。イカ嫌いだけど、あ、そのイカじゃないんだ。あ、ゴーフなのやん、どういう、あれ少な、あ、やば、少な、いえ、あ、落ちね、落ち、落ち、メタの落ち、クイ、奥のクイ、おー、すげえ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 、へー、やばー、ぽい家、ちっちゃい家、違うか。ウイカ、イチウ、オチウ、オチって言葉なの。あ、違うかね、なるほど。まあいいや、いい、とってもいい、適当に何かがきっと言葉になる。すげえ、なんかいっぱいになった。ヘイタ、ヘイタって言葉はあるでしょ、きっと。うん、すげえ、これぞ私の本気、私の日本語の本気きた。うまかったでしょ、今の上手だったでしょ。多分ね、日本人とは別のなんか考え方があるから、意外な言葉が出てきちゃうかもしれないという、あと結構あの適当に置いとこうって、適当感があるから、適当に置いても勝つ。ということで対戦、オンライン対戦できるかな、やってみたい、オンライン対戦。これはめちゃくちゃ恥ずかしいことになりそう。ケーキ姫の恥を探す、全国対戦。名前変えたい、外人に負けるなっていう名前に変えたい。あ、でもそんな長くできないか、じゃあ外人で。かかってこいや日本人、かかってこいや、負けんなよ私なんかに、負けるんじゃねえぞ。おい、怖いのか、外人に負けるのが怖いのか。わかるわ、なんとなくわかるよ、でも多分大丈夫、負けないかも。まあ、ココさんね、怖い。え、でかくね、私が先に、あ、相手が先行だよ。 OKOKOK。 むずっ、え、何もやってないんだけど、まここさん。何、外人と戦うの嫌だ、私、思いついたか、思いついたか。やべ、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 やべ。チは、チ、オッケー、口、千鳥、オッケー、まあ、とりあえずオッケー。セイカ、早く。この人なんか遅くね、ペースが。おー、何も遅くね、マイペースはない、ここ分かんない、分かんない、ちょっと待って、ケン、うーん、分かんない、あ、なんかできた、適当にやったら何かできた、
え、難しい。ピースソング。いいな、やらせて、やらせて。オッケーオッケーオッケー、やらせて私に。やらせてよ私に。なんで待ってたの。あ、待って。でも豪華は言葉はみんなあるよね。ハイサは分からんけど、豪華は素敵な。お、豪華、豪華。今の全部予定通りだった。やべ。あーすげー。この人もまあまあだね、まあまあだね。あー難しい、やば。満点。あ、何も思いつかない。ふん。ほむ。ほも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 。わからん。マリチス、マリフォン、マリチ、マリバ、マリバ、マリビ、マリビウォッチ、ビユ、しか出てないな、そんなの、マリビウォッチ、なんかあれ、無視してる、マゼ、国、あれ、なんかあるでしょ、国に、国。分離バカー、いえ、なにそれ。ラハム、リハム、ルハム、あ、やばい、まだラハム。ごめん、ごめん、わからん。やばい。負けた、負けたわ。ほもっぺ、ほも、適当にやってんじゃん。適当じゃん。この人も何も思いつかないのね。待て待て待て、こう混ぜた、シバスとかあって、なんか聞いたことある、シバス。あ、オッケーオッケー。聞いたことあるわけねえじゃん、そんなの。シバス、何12月何、まあ、ありがとうございました、パソコさん。レジ、なるほど。そんなに上手じゃなかったやん、この人。上手じゃないやん。マイナス1。もうちょっと上手な人を語ってこい。お、なんか急だし。何これ何これ、大銀河。何これ。先に20枚取った方が勝ち。え、あ、あたし何これ。もうこの適当に置いたんだけど、何これ、聞いたことある。あ、キュリカ。え、うん、うん、ガイ、キンガとガイ。オッケー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 、そのつもりだった。これ私の勝ち、今ピッタ、7文字ピッタ、あ、次、次考えよう。うーん、嘘、嘘、嘘だ、嘘でいこう。ん、ムーか、ムーム、ムー。日本語の勉強になるね、これ。あれとか言った、うー、嘘、あと損、嘘と損や。オッケーオッケーオッケー、交代交代交代。上手じゃん、私上手じゃん。あれ、私の全部取られちゃった。失礼なやつだな。うどんうどんうどん、おいしい日本の料理、うどん、イエーイ、うん、おいしい。カレーうどんがおいしいんだよね。ソドクドク、クイ、ふざけんなよこいつ。うぐいでやってみる、この言葉になってる。うぐい、ほらほら、さすがさすが。なんなもじぴった、おい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 、ちょっともうちょっと優しくしてくださいということで、あいあいあいのあいの、よし、やっぱり適当が勝つんだね。どんこ？どんこう？どんこ？どんこう？なんだよ。
相手の人物取るような言葉ないのかな。葵の人物取りたい。パンクとパンなんかいけるでしょ。パスパンパンクイエーイ結構取れた結構取れた。だけねえ、いい相手お願いしますよ。優しい人お願い。優しい人。ランク8やん。ランク8じゃねえか。やだよ。4×5 先に11枚すぐ終わるじゃんそれ。え、もう簡単簡単そう。なになになに見えねえ。相手が OK。 何や。え、リサ、リサ、え、せ、ヘイさん、ヘイさん、ヘイさんって聞いたことある。ヘイさん、あれ、ヘイ、うんってどこ？はい、イさん、お、世界のイさんね。これは勝てるんじゃね。ランク8の人がだとしてもウサギペコ、ウサダペコだ。ウサギノウサギはノウサギノウサギペコ、もしかしたらできるノウは、ね、私ね、ひらがなのあれわかんないんだよね、順番が。ノウサギノウサギペコやばい。ヤッホーのウサギども見てる見てるペコ。ノウサギ今の上手だったな。ありがたいねペコちゃん。ペコーラ青春しゆー。わからんわからんわからん適当まあ1枚取れた。やばシウス？やっぱりあるの？そんなことが。あ、ないんか。負けたくない。待って。わからん。はい、騎士。二文字しか。二枚ずつしか取れないな、いつも。昨日。あ、昨日やらせて。あ、うってまだあるかな。キノコ、キノコもあるね。ねえ、やらせて。そこを取らないで。そこ取らないで。ねねねねねねね。ねえ、キノコ取りたい。キノコ取りたいんだけど。おい。おい。おい。やめろ。やめろ取んなよ私の。うわ、7枚7枚ずつや。おか、おかき、コヘっていう言葉ある？ある。よし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 、8枚ずつ。やばい、これはギリギリや。し
次行く、次私は永遠の未人口になっちゃうの。もうやだ、諦めます。まあでもまだ本気出してなかったからね、うん、あの本当はもっともっと上手にできるから、うんうん、今のはね、あの日本人がかわいそうだからね、外国人に負けたら本当にあのね、恥しかないから本当にね、そのかわいそうだからね、うん、あのどうぞどうぞっていう感じでね、日本人がよくやるどうぞ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 ってやつ。お疲れ様はい、皆さんいかがでしたでしょうか。うんということで、最後に景気瓶もやりますので、コメントに何て書いたらいいのかわからないという方はぜひ景気瓶もだけでも貼ってください。いきますよ、準備ですか。はい、3、2、1、超おいしいケーキビーム。金髪になったからケーキビームも強くなった。はい、かかってこいよ。季節はすぐ私を置いてゆく、目を開けば雲で掘らせたいが始まるの。はじめまして、ハローまたね、さよならもきっと奇跡だね。素敵な今日を生きたいの。はじめまして、ハロー。